ミゲル・アルフレド・モンザレス・プエブラは、キューバ共和国ハバナ州、グアナハイ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2004から2005シーズンから2011から2012シーズンまで、キューバ国内リーグセリエナシオナルデベースボールに、所属していた。常時93マイルの速球が武器で、変化球は主にスライダーやフォーク。2004年夏に、 台湾で開かれたトリプル a 世界野球選手権大会のメンバー。この時の投手には、ヤディエル・ペドロソ、エリエル・サンチェスという右左の両輪に隠れて、目立たなかったがチームは優勝。国内リーグデビュー後も着実に成績を伸ばし、2008から2009シーズンに大きく飛躍した。過去の実績が乏しく、 第2回 WBC 代表には入らなかったが、大会後に再開された後半のシーズンでは調子を上げ、その後のプレイオフには最高の調子で、優勝決定試合でも完封勝利し、プレイオフ MVP に輝く。2009年にオランダで開催されたワールドポートトーナメントでは、キューバ代表の一員として活躍した。2010年の世界大学野球選手権では、 エース級投手として、対アメリカ戦の決勝で9回まで投げて、優勝に貢献した。2012年1月に亡命未遂を起こし、国内リーグから永久追放された。2013年2月に、コスタリカに亡命する。8月30日にフィラデルフィア・フィリーズが2017年のオプションがついた3連戦2 0 0万ドルのメジャー契約を結んだことを発表した。 2014年3月27日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りし、29日に60日間の故障者リストへ移動した。9月3日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。5月から参加のマイナーで実戦復帰し、9月3日のアトランタブレーブス戦の5回にメジャー初登板を果たした。2015年。 スプリングトレーニングで5試合の登板で14回1。3を投げ中に失点を喫し、4月1日に40人枠を外れた。2016年3月31日に解雇となる。2017年11月23日にキューバ国内で自動車事故により死亡した。34歳没。 生前ゴンザレスが所属していたフィリーズは突然の死去に対死球団公式ツイッターを通じて哀悼の意を表した。ありがとうございます。